もうセレゾンはだいぶ完成してきているという、ディフェンシブミッドフィルダー、センターディフェンダーの育成専用のデータですが、まだしばらく続けます。キャンプでの育成はまだまだですからね。留学に行かせている選手が今回帰ってくるので、そちらが今回のサンプルとなります。では進めましょう。気になるのはヤウンデの効果がはっきり目に見える形でチェックすることです。オフは星野と長期契約を結ぶということもありつつ、グラスゴーかベオグラードの留学先の追加を目的として、監督を探していましたが、欲しい人はいなかったので、ケツネンという監督を選び、バルセロナから姉妹として移籍をしたいときましたが、限界突破型じゃないクラブは基本無理ということで、2月のキャンプは、ロサンゼルスへ行きます。結構うちのチャンネルでは、ロサンゼルスキャンプは定番になっていますが、今回は全く意味合いが違くて、ヤウンデ留学を軸に、足りないところを育てるためのキャンプです。ロサンゼルスに行く意味としては、意欲がすごく上がるのと、攻撃スキルをうっすら伸ばしつつ、タックルパスカットがまずまず上がる。そしてシステムタクティクスが大きく伸びる、これが主な目的です。3月には、先検事帰国、その後、星野光をヤウンデに送り、奥村も帰国するという流れがありました。待ってましたよ、ヤウンデの効果をしっかり見たかったんです。留学で、現在の能力がアップと、限界突破、この2つの効果が主にあるんですが、現在の能力を見たいと思っています。10年目の年末にチェックした、先検事と奥村、帰国後すぐに能力をチェックして、一体どのくらい伸びたのか、限界突破型でもどのくらいの効果があるのかが気になったので見ていきますが、ヤウンデの効果は、守備系とドリブルとキープ力、フィジカルなどがよく伸びるので、2段階くらいアップしているんじゃないかと予想していました。調べるまで3ヶ月ほどかかるので、戦いながら一つ一つチェックです。帰ってきたばかりなので、伸びしろはほとんどたっぷり、留学と関係がないものも伸びています。全部が全部伸びしろたっぷりかというと、そうでもなかったので、そこが意外だったかなぁと思います。突き破るほど伸び盛りなものもあるんですけどね。フィジカル系は、ヤウンデで限界も突破してあるので、こちらはすごく伸びつつ、システムタクティクス系、こちらの伸びがいまいちでした。ヤウンデであまり伸びないので、それが証明されたのかな、いろいろ見ないとわからないですが、そんな気がします。守備系はすごく伸びているので、ヤウンデのデータ通りに伸びている、と結論付けていいかなと思っています。11年目2月にキャンプを挟んでいるんですが、ほぼヤウンデの効果が見れるということで、10年目末と帰国後すぐ、13年目を比べます。主要なスキルの方がからいきますね。リベロとスイーパーはまだ調べきれませんでしたが、だいたい1段階、中には2段階上がっているものもある、という結果でした。ヤウンデで効果の高いのはヘディング、ドリブル、守備スキルですが、現在の能力では、他の能力とそこまで差は感じないなという印象です。壁が壊れるのとは別問題なのかな。他の能力ですが、フィジカルは2段階成長しているものが多い、センターディフェンダー適性も良い伸びをしている。これは先検事の能力がそもそも低いから伸びやすいだけなのかもしれないけど、どうなんだろう。実能力型だとまた違う伸び方をするのかもしれないですね。いかないですけど。という結果も見つつ、もう一人誰が大物が欲しいと探すのはこの年も変わりませんが、微妙に外れる日々が続きます。
それより問題なのが監督探しで、14年目に行きたいキャンプ地の追加、これがピンチです。グラスゴーとベオグラードのどっちかでいいんですが、アーデン、スターム、デルグリッシュ、バスコフ、ミャルディノッチ、この5人の誰かが見つかれば、と思って探していますが、残念ながら見つけられず終わりました。代わりの場所を考えるか、ザグレブに一度行かせて、お茶を濁すかになりますが、できればメンタルを上げたいんです。ちょっとアップにしますね。ここです。ヤウンデで罰になっていて、ここまでのキャンプでさらに三角とうっすら下がっている場所。グラスゴーとベオグラードは、A なのでかなり上がります。だからどちらかには行かせたい、という理由の一つでした。他の能力もディフェンダー的にいいと思ったんですよね。じゃあ代わりのところってどこがあるのか。メンタルが B 以上に上がるところだけ抜粋しました。なぜグラスゴーとベオグラードにしていたかという理由は、メンタル、プラスある程度攻撃も上げたかった、というのもあったので選んでいましたが。それを考えるとブレイメンかソフィア、どっちかかな？シュートとキック精度も上げたいし、他の能力もまあ、我慢するよって言えるし。なんか小難しいことばっかり考えるシリーズになっちゃってるけど、仕方ないか、強さを求めてしまうとそうなっちゃいますもんね。こうやって何も考えずに適当に良い選手が取りたくなってきたよ。杉下は取ったんですけどね。そして年末もチェックして、さらにエクセルでまとめる生活、いかん辛くなったきたぞ。そうですね。あとはここまでしっかり育成した中で傾向は見えてきたと思います。なので、エクセルで1年1年まとめるということは、今回で終わりにしようと思います。まんべんなく練習をさせれば問題はなさそうだ、と思ったので。キャンプローテーションもお見せしまくったし、やることは決まっている、あとはとにかくやるのみですから。練習よりキャンプが大事なのは今後の課題なので、あとはまったりまんべんなく育成していきましょう。本音を言うと、1年のキャンプだけでそんなに効果が目に見えることはないよね。だから、セレゾンなんかはのんびり何も考えないレベルで育成しましょうか、というお疲れモードに。ということで、ここまでの育成の能力バーはこんな感じになりました。奥村はすでに8割9割型、完成しつつありそうなのび。佐々木健二はまだ20歳と若いので、まだまだ伸びしろたっぷり。そしてセレブンはディフェンスのバーは天井に到達しています。オフェンスがもうちょい伸びてほしいですが、そこをキャンプ次第でしょうね。今回はここで終了します。次はセレゾンの育成をやめる予定の、28歳まで進め、セレゾンは保管するというところまで行きます。ご視聴ありがとうございました。